新幹線ゼロ系。さて問題です。この扉のようなこの幕は何でしょう。非常扉です。鉄道ファンの皆さんは知ってるよね。失礼しました。ちょっと撮影してるから一回切りましょう。調整中。 K17 って、ね、言われても僕は分からないけど、分かる人には分かるんでしょ。あ、これ内装は昔のまんまですね。当時のまんまですね。これがさっき言った非常扉でどうなってるかというと、こんな感じ。非常扉使ったことあるのかね。ここから入れます。あ、懐かしいな。あ、こっち入れるんだ。で、これそうです。新幹線はこれ自動なんですよ。 1%5 も自動だったっけ。お、これ、え、動いてる。すげえ。もしかしてファンが回ってるだけかもしれないけど、あ、さっき言った非常口とこんな感じですね。使ったことないでしょ。自動。ああ、ここは行き止まりになるのね。新幹線ってあれ、こんなだったっけ。扉内側ね。ここから先は入れませんよ。これいつの21の86、初期のやつなのかこれ。86番目の先頭車ってことですかね。あー、懐かしいな。これ温度計ですよ、温度計。今時の電車ないよね、これね。昔うちにあったの。初期のスカイライナーにもあれと同じのがついてましたね。スカイライナーっていうのは京成電鉄の AE 型だっけ。使用中になってる。誰か入ってるから。これは開かないですね。で、これは食堂車。満席から食べられないんだなんて。これ通路だね。これどっちが通路になるんだろう。こっち、あれ、あっちが富士山だよね。確かそういう話だったよね。違ったっけ。食堂車で食事をしたことがないんですけど。お、ここまで入れるの。へえ、すげえ。まあ当時の姿。これはわかんない。ちょっと今見えない、字が読めないです。もしかして自動窓。違うか。開くわけないか。新幹線だもんね。あ、でもおしゃれなんだ。へえ、動いてるよ、空調。うわぁ、こんななんだ。狭かったじゃん。何人ぐらいで調理してたんだろう。で、ここで上がって、で、ウェイトレスさんが持ってってみたいな感じかな。はぁ、うん、やっぱり方向幕はいいね。今幕じゃないからね。今 LED とかだからね。ん？ LED じゃなかったっけ。LED でいいんだよね。で、次は100系行きます。お隣100系。こっちから行っちゃうか。
そうそう、1回目百景の食堂車で飯食おうかなってこと考えたこともあったんだけど、満席で入れませんでした。高いんだけどね。あ、こっから入れる。ちょっと先頭部分は後で、ね、後でいいでしょう。なんかとりあえず入ります。飲食禁止。お、こっちまで入れるんだ。これ何系だっけ。100系か。あ、100系乗ったな。そういえば、これはちゃんと動いてるんだ。あれ、時間は出てこないんだね。あ、当時のじゃなくても今のリニア鉄道館のあれか。あ、やっぱアルミだね。新幹線ゼロ系もアルミだったと思ったんだけど、まあ初期のだからあれだったのかな。ああ、これトップナンバーだ。ああ、これ当時のままだよね。これね、シート、懐かしいな。100系は何回か乗ったな。ゼロ系も何回か乗ったか。お、先行けるんだ。おー、これ割と最近な感じ。これも開かないね。開かない、開かない。鍵ついてるんだ。これは、あー、これも、あ、これ自作車じゃん。食堂車、自作車なの。でも、俺これこんなになってるけど、後付けじゃないよね、これ銀行の時のままかな。そうだそうだ、2階建て新幹線の走りっすよこれ。これの製造はいつなんだろう。昭和末期かな。こういうのやな、水溶感の。あ、上行けるの。あー、懐かしい、この壁。あ、窓でかいんだ。おー、エレベーターがついてる。タブメーターっていうのかな。意外と広いね。で、窓がでかくていいね。これは当時の値段だよね。当時の値段って当たり前か。こんなに今見ればコーヒーなんか300円、330円、安いんじゃん。さあ、出を出ましたと。この中見られればいいんだよ。さて、お隣行きますか。隣はドクターイエロー。これが一番最初のやつじゃないですよね。一番最初のは、そっか、解体されちゃったんだっけ。ドクターイエロー人気だな。ちょっとドクターイエローは人が多すぎなので、その前の300系行きますか。はい、300系新幹線。これはどっちだろう、どっちだろうっていうのが、なんか2両置いてあったんですよね。試作車と、量産車のトップ。これはどっちなんだろう。確か1個解体されちゃったんですよね。あ、こっちか。こっちは9000だから試作車の方ですね。本物のトップナンバー。ちょっと確か形状が違うんだよね、この前の部分が。で、そこにはもう1両300系が前いたはずなんですけど、これは何百系だっけ。700か。700の初期ですよね。まあ、こっちを見てみましょう。これも中入れるのかな。300系も乗ったな。もう試作車は乗ったことないけど。低いんですよね。確かにのぞみ用に開発された車両で、実はあまり形あまり好きじゃなかったの、300系は。なんか安っぽいようなそんな風に見えちゃって。16号車もう中入れるんで、中入ってみましょう。
ああ、中入っていけるんだ。あ、結構かっこいいな。さて、じゃあドクターイエローがまだ人気でちょっと見学者がいるんで、ドクターイエローちょっと後回し。こっち、あ、700系小規模のやつはこの幕だったんだ。中に人がいないかと思ったらいたからちょっと待った。まあ空になったんで入ります。あ、メーバーが取られてる。ステッカーだったんだろうな、これな。あ、なんで取るんだろうな。お、なんか具は随分汚い、ちょっと悪いけど汚れてるな。消臭ぶり、消臭ぶり聞こえてる。そっか、禁煙じゃなかったのかな、だから汚れてんのかな。もうあえてそのまま晩年の姿のままにしているような感じですね。300系、違う、これ500系、いや違う、700系、700系乗ったことないかな、もしかすると。 あるかな。あ、ありますね、あります、あります。そうだそうだ、東京から新横まで乗ったわ。あ、何も、だからこれはみんな外されちゃってんの、違うかな、あれ書いてないね。製造メーカープレート、メーカープレートと、あとはここの車両の番号。デッキにあるのか。あ、そっか、デッキにあったんだ、それが取られてんな。そっかそっか。で、外に出てきました。これは、そっか、これも試作か、試作のトップナンバー。外側は綺麗に塗り直されてますね。よいしょ。それでドクターイエローまで行けるから、もうこのお顔確か紹介してなかったような気もしますけど。こんな感じで、じゃあちょっと今度はドクターイエロー行きましょう。はい、ようやく人がいなくなりました。人気あるからね。これは昭和50年ぐらい922-26。あれ、あ、昭和54年、1979年、思ったより新しかった。新幹線まだ小さくなってからなんですね。車内は、あ、さっきのまま歩いてくれば入れたのかな。あ、こっからですね、こっから入りましょう。あ、やっぱ人気あるから、ちょっとな、車内取れないかな。ちょっと人がいるからちょっと、ね、遠慮しながら取らなきゃならないですけど。座席があるんだ。あ、こんな子は座っていいんだ。へえ。じゃあせっかくだからちょっと座ってみましょう。よいしょ。おお、ふかふか。じゃあ次サクサクっていきましょう。新幹線これで終わりかな。あ、まだあった新幹線。こっちから行くかな。あ、そっからは入れなかったのか。まあ、このままとした部品などが、シングルアームパンタ、そして最初の新幹線のパンタグラフかな。まあ、新幹線は台車はでかいな。ブレーキ、あ、こうなってたんだ。車輪自体はディスクローターになってんだ。だから、そっか、新幹線の車輪はピカピカだったのか。なるほど。
新幹線とかゼロ系、ゼロ系以外もそうなのかな。まあ、ちょっとわからないですけど。あ、違う、これ300系だ。300系の台車と、こちらがゼロ系の台車。出発案内のパタパタ時代がですね、今でもどっかになるのかな、このパタパタのね。モックアップ、こんな感じの構造だよと。これは N700 だっけ。ああ、これゼロ系のかな。試作 A 編成ののかな、違うかな。ああ、わかんないですね。あ、ゼロ系だね。ゼロ系の運転台。これは詰め込まれてるんで、中を見たり横を見たりすることはできませんが、ああ、グリーン車か。こっちは、これは食堂車かな。へえ、いろいろ取っといてあるんだな。